こんにちは。こんにちは。住まいのかかりつけチャンネルです。本日は愛知県名古屋市中区にありますキッチンタウン名古屋クリナップショールームに来ています。クリナップさんからラクエラがリニューアルしましたというお知らせをいただきました。どのように変わったのでしょうか。クリナップさんといえば誰もが知るキッチンメーカーですが、2024年リフォーム営業マンプランナーが選ぶ設備・キッチン部門の普及・中級価格帯のどちらも第1位、高級価格帯でも第2位と圧倒的な支持を受けています。すごいですね。全てランクインで2つとも第1位ですか。はい。その普及価格帯の第1位に輝いたラクエラがリニューアルしたからには早く皆様にお届けしたいと思います。楽しみです。早速ご案内をしたいと思いますが、各項目ごとにご紹介をしていますので、タイムスタンプで気になるところからでもご覧いただけます。概要欄に記載がありますので、気になる項目からご覧くださいね。まず収納部分の変更からご説明します。本体は既存のキャビネット構造からリニューアルされました。それは2段キャビネットから3段キャビネットへの変更です。今までの大きなキャビネットから細かく分割して収納できるキャビネットに変化したので、1つのキャビネットの収納力が向上しました。また構造の変化に伴い、今まで洗濯することができなかった深型の食洗機をご選択できるようになりました。今までは浅型しか選べなかったんですよね。はい。ただ今回から選べるようになりましたので、食洗機の深型をご希望の方もぜひご検討ください。そしてキッチンの壁側にコンセントが設置できないようなお宅でも、キッチン本体に設けることのできるオプションも追加されました。さらにこちらもオプションにはなりますが、キャビネット扉裏、こちらマグネットを付けられるマグネフリーパネルをご選択いただけます。包丁差しから別途ご自身でお持ちの調味料、小分けボックスなど自分なりにアレンジをしてマグネットパネルに取り付けすることが可能です。やっぱり便利なマグネット関連は各メーカーさんが対応してきてますね。お掃除をする手間がかかるところはマグネット対応になってきている感じですね。次はレイアウトです。キッチンのレイアウトでは I 型と呼ばれるレイアウトが今も昔も多いんですが、最近のリフォーム工事では対面型に変更されるケースが多くなってきています。これはキッチンをリビング側に取り込むようになってきているからですね。クリナップさんはデュアルトップ対面というレイアウトをご提案していて、キッチンの形状としては対面型キッチンを採用しています。今回はこちらステディアの天井を使ってデュアルトップ対面をご説明したいと思います。デュアルトップ対面はキッチン側とリビング側2つの天板の高低差で手元を程よく隠してキッチンをきれいに見せてくれます。通常腰壁と呼ばれる部分は工務店側の工事で製作することがほとんどなんですが、その腰壁に代わるカウンターをラクエラと一緒にご用意できるようになりました。価格面では相方に比べキッチンの価格が上がりますが、どちらにせよ腰壁も大工さんで製作する費用が発生しますので、どのような完成デザインを好まれるかによってプランが変わるかと思います。レイアウトの変更をご希望の際はぜひ安井工務店にご相談くださいね。次はデザインの仕様です。扉の色柄も扉グレードによっていくつかの追加変更があります。まずデュアルトップ対面のキッチン、もしくは家具足す収納でご選定いただけるリビングカラーが誕生しました。そしてグランドシリーズには石目調と木目調の新しい柄を揃えています。木目のブロックデザイン、ウォールナットブロックは近年のデザインを取り入れているそうです。そしてコンフォートシリーズではコンクリートの質感を残した艶消し扉も追加しています。キッチンの扉柄も流行に伴い変化していますね。はい。他カウンター色にもコスキアグレーが追加されましたので、こちらもぜひショールームで見ていただきたいですね。扉柄に伴い取っ手のバリエーションも変化しておりますので、自分なりのキッチンコーディネートをぜひ楽しんでください。次は新発売家具足す収納です。今までのカップボードもご選定可能なんですが、家具足す収納はデュアルトップ対面に合わせたリビング空間のトータル提案が可能になります。
スリット棚の組み合わせバリエーションもいくつかあり、キッチンからの見栄えもいいデュアルトップ対面カウンターのスッキリとしたデザインに合わせることができますね。オプション選択にはなりますが、開き扉の正面はなんとマグネットが付く仕様へ変更することが可能です。マグネットが付けられる壁にしたい場合は、中高級価格帯のステディア、セントロシリーズにマグネット対応パネルのご用意がありますので、組み合わせてご検討してみてください。またカウンター下にあるスライド台は引き出すことができて、ちょっとしたものを置いたりもできます。たくさんの収納が必要ない方は、オープン仕様、このような形にしてゴミ箱を設置してもいいですよね。今日はクリナップさんのリニューアルしたラクエラをご紹介いたしましたが、参考になりましたでしょうか。クリナップさんはキッチンメーカーさんの印象が強いと思いますが、他のラインナップのご用意もございます。2024年4月に新発売したユニットバス、セレビア、ラクビアや洗面化粧台のエルビータ、ラクトアです。こちらのコンセプトもリビングのようながキーワードになっていましたので、ぜひキッチンをご検討いただく際に合わせてショールームでご覧いただきたいですね。僕も見ましたが、かなりかっこいいユニットバスでしたのでおすすめです。はい、かっこいいですよね。2024年リフォーム営業マンプランナーが選ぶ設備キッチン部門で1位に輝くラクエラはさすがの納得キッチンでしたね。はい、いろいろと使いやすく考えられていると男性目線でも感じました。今回のキッチンは普及価格帯と冒頭でお話ししていましたが、このあたりはどうですか。はい、お求めやすいキッチンになっていますので、ぜひご興味のある方は SA コム店にお問い合わせください。お好みのプランをご提案させていただきますので、お気軽にご連絡をお待ちしております。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。内容についてご質問やご意見などございましたら、コメント欄にてお待ちしております。また今回の動画が参考になったよという方は、ぜひグッドボタンをポチッとよろしくお願いいたします。これからも皆様に住まいの最新情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をしてお見逃しないようにしてください。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。